こんにちは。ちょい未来スクルーの三面です。今回の動画ではですね、Whisper API を使って書き起こしたテキストを和者ごとに割り振る方法について簡単に説明をさせていただきます。で、今回利用するツールなんですけれども、Bing Chat を利用します。で、簡単な手順なんですけれども、まず Bing をですね、学習をさせて、で、その後にその和社ごとにですね、 割り振りたい、そのスクリプトを渡しますと、その話の内容ですね、Bing が理解して、話者ごとにですね、自動的に割り振ることができるようになっていますので、早速やってみたいと思います。Bing のページをですね、こういうふうに開いて、で、その後にですね、学習をさせるために、一応、 こう,いうそのスクリプトをですね、用意してあります。プロンプトを用意してあります。で、これをこういうふうに渡しますと。で、Yes, I understand. っていうふうにその言ってく,くれますので、You want me to split the transcript into each speaker and add line breaks between talks. Is that correct? っていうふうに確認をしてきますので、Yes, that's correct. っていう返事を書きますと OK, please send me the transcript っていうふうに言ってくれますので、それに対してですね、スクリプトを実際渡してみますと、 でこの間僕とですね谷家さんと行ったそのインタビューの内容をこういうふうに谷家とですねその3人に分けてテキストですね生成してくれていることがわかりますので本当にこの人工知能って最近の AI って非常に その賢いですのでこういうことも簡単にその学習をですねさせておきますと適切にその和射ごとにですねテキストを割り振ることができるようになっていますのでこういう機能とかもですね是非活用するようにしていただければと思います。